戦略42ターン。騎士連の政党ジオンが決起しました。で、今回はですね、政党ジオンの拠点に進攻します。で、敵軍本拠地はグランドアタですね。で、我が軍の本拠地がサイド3ということで、まあ、非常に近いと。というわけなので、宇宙13は最重要の拠点です。防衛のね。で、ブラウブロ。まあ、最強のものを送り込んでおこうかなと思いますね。で、この10部隊はおそらく引き返すだろうと状況的に思ってますね。で、宇宙における主力はアーバーオクーに集結させてあると。サイド3でなくてアーバーオクーなのは理由があってですね。戦略ラインの都合上ですね。サイド3からとこちらからの進行になりますね。まあ、中規模の部隊を運用するのであればこちらの方がね、敵軍のこう進行が遅れる形になるので、いいのかなという感じなんですけど、こう横に、なんだろう、こう、ね、広がりづらいんですよね。部隊の展開しづらいってことですね。で、逆にですね、アーバー奥からだとこの戦略ラインを利用して、まあ、大規模な砲撃戦を行う部隊を展開するにはこちらの方が都合がいいということです。はい。で、今回はですね、ハワイに進攻します。34部隊ですね。で、日本近海9部隊、インドネシア9部隊、太平洋9部隊。まあ、これも多分状況的に引き返すだろうと思ってますね。まあ、ただし、ここにですね、インドシナに、ここに部隊をもし送ってくるようであれば、あるいは残すようであれば、ここで足止めかけようと思ってますね。まあ、ただし、さっきも言ったけど引き返すだろうと思ってます。で、キャリフォルニア部隊と連携して、インドシナの部隊は2ターン後に、ハワイ本島に揚陸作戦を行うと、いうことができればいいかなと思ってますね。で、まあ、主力はですね、キャリフォルニアにありますね。まあ、揚陸部隊も準備中ですけど、まあ、とりあえず制海権を確保するということですね。これはかなり、ハードな仕事になるということです。さあ、では、まずプランがいろいろ出てます。アプサラス開発計画、これはですね、ちょっと遅らせます。これはイベントをまとめて後で収録しようかなと思ってますね。あとはまあ、純粋にお金の都合みたいな感じですかね。で、ペツン計画は実行しておきましょう。まあ、これによってですね、いくつかモビルスーツが提案されます。はい。ペツン計画を開始します。開発部の報告をお待ちください。まあ、ジャブロに間に合うかもしれないのでね、このタイミングでやろうじゃないか。で、新兵器開発ですけど、これはピグザムのプランですね。これには予算投入して、これ連邦の時使わなかったやつですよね。で、今回はね、第2部、第3部で、まあ、ちょっと気の早い話になっちゃうんですけど、ハイザック以降の開発を行わないで、つまり、第1世代モビルスーツと、まあ、その同時期に運用されていたモビルアーマーと感染で、第2部、第3部を攻略していこうと思ってますね。だから、まあ、ピグザムはおそらく活躍の機会があるんではないかと。まあ、そんな感じですね。じゃあまあ少し生産を行うと。はい。土台を生産しておきましたね。さあ、やりますかね。騎士令をぶっ潰すのを楽しみにしてましたんでね。今回は気合入れてやっていこうではないか。はい、やりますかね。61部隊ね。敵エリアに侵入しました。攻略戦を開始します。はい、まず敵部隊の編成チェックを入れる。ここにアズザムが1部隊いますね。で、グラブロが3部隊いるねあとはこれジュアッグ、後ろにいるのはギャン2部隊は少なくともいるね。あとは図国タイプのモビルスーツがいますね。これはガシャですね。あと潜水艦多数とガウ攻撃空母が多数みたいな感じということですね。うん、増援も来てますね。地獄岩は非常に強力なのでね、気をつけたいという感じですけど、あとはゴッグですね。おそらくこのユニットをいかに制するかということがこのマップのですね、攻略の糸口になるんじゃないかなと思ってますね。ここにもいますね、ゴッグが。これは恐るべき対戦間接攻撃力を持ってますので、あとはアズアも来てますね。さあ、ではやっていきますか。まずはハワイ本島の部隊が接触してくるはずであるということですね。まずこの拠点を中心にして戦うことになります。なので、そうですね、そこに
シャーと、あ、そう、ゾクが今回3部隊来てますね。このユニットは、耐久が高い。そして、生産するときにですね、すごく安いんですよね。ね、資源が多めにかかるんですけど、資源は後で返ってくるのでね。まあ、そういう使い方をしていくと。さあ、どんな感じでしょう。とりあえず押してくると思うんだ。敵の方が多分ね、戦力的上なので、ガンガン押してくると思うよ。技術レベルもね、戦力の上でもね。まずは、この辺り行きそうですね。あとは、ズゴックが来る。うん。ズゴック来ますね。あ、ギガンがいますね。なるほどね。よし。では、散布していきますか。ユーコンどうするかな。おそらく、ユーコンは撃たれる可能性がある。この辺りに置いておくか。ここからだと、射程3で、ユーコンが撃たれるか。見てみるかな。よし、じゃあターン送ってみようか。うまくザンジバルに食いつかないかな。対戦攻撃は今回きついんですよね。耐久はね、そこまで大したくないと思うんだ。まあ、ガウとかいますけどね。うん、すごく北側に回り込んだな。ユクを狙われてますね。でも、射程3とかなんで大したくなさそうだな。まだ置いといてもいいくらいな感じですか。よし、では。どうするか。もうとりあえず北側から、ズゴックが来る感じだよな。うん。こっちの方は結構強いですよね。まずこの辺りから。このグラブロ2部隊、索敵していきましょう。あ、ゾックは索敵能力が高いの。という特徴があって、いいことです。で、小棚。あとはごくもう一部隊そこに。こっちは観察攻撃に注意させればいいかなという感じですかね。で、まあ無理なく打たせてますね、観察攻撃で。この辺は近接してありますね。陣のグラブロですね。アグカーによる獲得攻撃決まればいいかなと。で、あとこれですね、ズゴック E がいますので。ここは関節攻撃、9部隊による関節攻撃ですね。反撃をもちろん誘っている。まあ、これでやってみようじゃないか。ただ、まあ、北側は多分、関節攻撃、来るとしても少なめだと思うんだ。よし、じゃあ見ていきますかね。これ、すごく2部隊ですね。うん、1部隊かな。とにかく数減らしていくってことだ、ね。さあ、すごくいいですね。このユニットは相当強いかね。すごく安型をそのままですね、量産したような性能。まあ、でもまあ、ここほぼ壊滅までやりました。これは退くでしょう。敵か。とんでもないところに来ちまったね。よし、やってみますかね。まあ、射撃で決まればいいんだけど、ね。格闘させるためにアグが持ってきてますんでね。うん。やってくれたの？よし、いいぞ。素人が。まあ、ただ数減りやすいので。この私に立ち向かうとは適切な判断が欠如しているようだな。まあ、減ったとしても泣かないで泣かないでね。まあ、悪害はまあ相撲出たら、まあ、すぐ補充して元に戻るみたいなね感じでしたいかなと思います。うん、いいね、決めてくれましたね。いいデータが取れた。あいつのところに持っていかなきゃね。モニク美人だよな。無茶をやるのがサイクロプスだ。突っ込むぞ。はい、迫害。こいつは格闘攻撃きついからね。で、射撃はね、ズゴックにかなり近い性能があると。貴様にやられるほど俺は間抜けではない。前に出てくるんじゃねえよ。こっちとら酔っ払い操縦なんだ。まあ、こういう一部隊ではぐれてるような感じのやつはね、狙いやすいですよね。ここは自爆なんでいけるかな。2機倒せば、よし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 、いいぞ。ここも沈んでくれるか。このグラブロに対して迂闊に水中に入ったのがお前のミスだよ。
ザコシャアが攻撃してますね。まあ一応関節攻撃もやってますけど大したことはないと思います。シャアが格闘を決めてくれればいいかなと。ただここねかなりこう食らうと思うのでね、次のターンでね、そこですよね、うん、シャアが落とされるような事態は避けたいですけど。うわー、だ脱出する。よし、いいぞ。とりあえずこちらの攻撃は決まったね。さあ敵の攻撃ですね、かなり激しいはずですんで。シャアのところに来てないな。いや、おとりに食いついた。南の方に配置したおとりに食いつきました。あ、グラブロ関節攻撃しているか。アグアイが数減るかもしれないかなという。まあ一応見ておきますか。あ、トップのアグアイが落とされるかも。わ、うん、落とされちゃったね、一気ね。まあこのぐらいだったら大丈夫でしょう。想定の範囲です。おとりに食いついてるな。これは大丈夫でしょう。さあ南側を深追いするかどうかだよな。まあちょっと散歩の関係もあるんでやめとくか。こっちはね、これは退却している。こっちですね、あのゴッグ3部隊が来てますよね。ここですね、この関節攻撃が非常にやばいので注意が必要ですね。攻撃に従事するヘクスは、まあ、高濃度維持したい 60% 以上ですね。 60% で最大まで、散布の効果発揮できるのでそこまで散布して倒してきますが、じゃあここ散布する。これで35になったな。ここ65、65か、100、ここか。そこにマッドアングラーを、マッドアングラーおとりは危ないかな。いいか、これでいいか。はい、じゃあやってみますかね。うん、悪くないじゃないですかね、ここまであれば。こいつはいけるか。まあこういうところはしっかりとね打たせていきたいと。これでもベテランなんだぜ、負けるわけないでしょ。こうすごく弱そうだけどね。ガキの遠足じゃねえんだ、本気で行くぜ。潜水艦に近接されるといつもたやすく落とされてしまうからね、しっかり倒しておく。でこの辺り濃度を可能な限り上げました。悪いな、また勝っちまった。あのね、ゴークが狙ってくるのでね、どこかを関節攻撃かなり強いからね。さあここですね、ここちょっと危ないんですけど狙わせました。よし、いいぞ。とりあえず悪害退く、自爆一致部隊倒した。あとここだね、グラブロ、ここも退いてくれればねいいんじゃないかと。うん、引き上げてくれたらこれで。あ、しかも土台残ったおとりになってくれるか、このターンで。さあゴグはどこに来るか。あ、かなり固まってますね。これ防御だね。そこ結構濃度高かったんじゃないかな。どうだろう。これは、ズゴックのスタックか。なるほどね。うん、防御だね。はい、ここだね。まずここを耐え忍ぶ。うん、一気にやられたな。でも、このぐらいならばね。あ、半分まで減らされましたね。ゾックといえども。ここですね、ここ近接されてるか。ここは耐えてほしい。よしよし、あと格闘持ってくれれば成功。当たる当たる当たる。よしよし、さすがゾック。よしよし、よくやってくれた、いい仕事したぞ。さあこれがですね5分の5ターンですね。引き得られるとこは引っ掛けてしまってもいいかなと思うんだけど、でも攻撃のチャンスでもあるよね。ね、耐久ちょっとだけでも減っている部隊は引き上げさせた。
まだまだ長いんでね。さあ、やっていきますか。とりあえず反撃は封じてありますね。よし、2部隊倒したな。3部隊と1部隊って全然違うからね。厳しい戦いなのは分かっている。承知の上でやってるんだ。じゃあグラブロ、ここで倒してしまえばね、邪魔だからね、これね。うん、格闘決めてくれるかな。よし、さすが悪害ですね。生産してよかったね、やっぱこれね。驚いたかい。見かけよりも素早いんだよ。はい、あとここだね。ズゴック3部隊ですね。よし、できた、やった。あと4部隊ぐらいズゴックがいますね。この辺りですけど、赤鼻、裏切った赤鼻。戦闘を中断します。開発部より新兵器の開発が終了したと報告がありました。開発部の報告をご覧になりますか。はい、オッコとビグラング。開発部より新兵器の開発プランが提案されました。開発部の提案をご覧になりますか。はい、ペズン計画3。ペズン計画によって提案されたモビルスーツの開発を行う。対空防衛用の機体として特化することで高性能と生産性の両立を図る。諜報部より敵軍事技術の奪取に成功したと報告がありました。さあ、状況としては、宇宙13取りましたね。うん、あ、ザク海作ってる。ピグロ作ってますね。なるほどね。ザク海かなり強敵ですよね。宇宙11はやはりゼロ部隊と。どうするかな。もう1ターンで決まるかどうかですよね。2ターンかかるようであれば、あ、この周辺取りましたね。揚陸部隊の進行を行う。もう一ターンで決まるかどうかなんだけど、難しいかもしれないかな。でもまあ、どうだろうね。まあ、もう超効率でいけばもしかしたら行くかもしれないか。まあいいや、アーバー奥の部隊動かしましょう。まあ、とりあえず、この2部隊ですね。これをこっちに向かわせようかなと。ここ、通行できるんだけど。こう回り込んでいこうかなと。まあ一応拠点の制圧、まあ準備していこうかなと思いますね。町のトップ置いておく。さあ、で、まあこの辺がちょっと強いですよね。なんで、まずはこの辺を倒すっていうことですね。さあ、どんどんやっていきましょう。私が敵か。ならばお前も敵。落ちろ。クスコ喋ってくれる。禁制すればゴックはね、倒しやすいはずです。うん、まあ格闘はあるけどね。嫌っていただいて結構よ。これは戦いなんですもの。このセリフが都合でさ、可愛くてさ。で、ここ集中狙いですね。3部隊のゴックはさすがにきついので、可能かけます。よし、いいぞ。1部隊倒して1部隊無力化した。はい、とりあえずモビルスーツに損害は出なかったな。これ固まってますね。そこまで回り込めればいいんですけど、まあいいか。とりあえずここだね、制圧で。こっちもまあ次のターンになりますけど。で、これだよな。ギガン結構強いのでね、関節攻撃が。ここなんとかしたい。あとここは北側にこう釣ってるような感じですけど、でもまあ十分ではないですよね。かなり強いんで気をつけたいですね。こういうふうにしようか。ザクカイ、アッカイはともかく、イフリとかこっち。ああ、そうか、土台、土台こっちに向かせるか。それもありだな。ここでわずと打たせるのはありですね。だからこう囲んじゃうようにして動き止めて、うん、まあ、とりあえずこの拠点にですね、
で他の部隊が入ってこないようにするわけなんだけど、で射程外から侵入ですね。この辺りからここまで撃ってくるんで、ガウンの耐久340では多分ねダメだと思うんだ。まあこんな感じにしてみようかなと思います。さあ、まあ危険なところに並び替えちゃなかった。あ、どうだ、撃たれましたね、ラッキーです。対空攻撃の高い全滅だと。でも一部隊倒した、やったね。さあここだね。ここどうなんだろうな、全然ダメ。さすがにギャン硬い。英雄は我にあり。時は来た、攻撃を開始する。イフリートカーですね、戦闘さん。あ、エグザム発動してくれますかね。5割の確率で、あ、後ろのやつ発動してるかな。射撃回数が2倍になるらしい。ジオン軍人の魂を見たか。まあ、その分疲労がね溜まっちゃうんだよね。バカ野郎、俺の邪魔すんじゃねえ。あ、いけるかな。よしよし、悪いな、また勝っちまったぜ。バンダナのおかげですかね。まあこれはね、これは、あ、土台の方に行ったな。これはザッカイサブ隊が建設してますね。さすがにザッカイ、ね、格闘受けると減っちゃうからね。まあいいんだけど。さあ、さすがに厳しい戦いですね。だけども配置的にはうまくいってるんじゃないかな。ここすごくいいのに部隊か。ここなんとかしたいな。しかしここ、まあ、ギリギリの戦いですね。さあどうするかな。これが5分の4ターンか。ここで何としても決めないといけないと。やってみようかなと。ああ、そうだ。そう、下の方制圧に向かわせないといけないんで。はい、じゃあここ制圧する。で、次のターンでここ制圧すると。まあ問題この辺りですよね。ギガン。ね、可能な限り、反撃を受けるような形でね、ここもね、わざと近接して、反撃を受けないと。なぜかというと、ギガンは射程1のですね、対空がないので、こういう風にすると、まあ、どっかやられますけど、可能な限り散布しましたんでね。まあ被害が出たとしてもこのターンで制圧できるのはかなり大きいですからね。戦略上それが一番ね。サハリン家の名誉守らねばならない。お前が犠牲になるのか。まあこれでもうギガン倒せようであれば、いけるか。よし、全滅まいった。よしよし、あ、しかも残った。私の夢をこんなところで終わらせるわけにはいかないのだ。よし、いいぞ、ジワグ。まあこの辺はね、確実に倒してもらいたいですよね。さあここ問題ですね。雑貨はリーダーで攻撃を受けちゃいますね。もこれ倒してしまえれば、うん、いや、こんなもんですんで全然。あ、でもギャンが攻撃してきますね。戦うつもりはない。武器を渡してくれれば危害は与えない。さあここも真ん中の拠点に戻ってくる可能性があるので、ここは確実にやっておきたいと。よし、いいぞ。戦いの匂い。ゴックね、攻撃ギャンにダメージを与えておけば被害をちょっとでも減らせる。よし、一部で倒して一部でもろっか。悪くないんじゃないかな。さあ厳しい戦いでしたが、じゃあイフリートに仕事をやろうじゃないか。全拠点の制圧に成功しました。残存勢力の総統戦に移行します。勝った。報告します。我が軍は敵特別エリアの制圧に成功しました。報告します。エグザム施設を襲撃し、クルスト博士の抹殺に成功しました。またその際に連邦のエグザム搭載モビルスーツを奪取したのです。連邦にはこの他にもエグザム搭載モビルスーツが存在します。これらを破壊するためにも
作戦の続行を許可願います。はい、これを脳にするとね、かなりお得なんですよね。イエスにするとマルゾンルートというわけで、こっちを選ぶ。作戦を続行します。連邦のエグザムを根絶やしにしてやります。議連閣下、政党ジオンの戦力は低下し、本拠地グラナダの攻略が可能です。グラナダ制圧作戦を提案します。いつもよりテンション高いね。諜報部より敵軍事技術の奪取に成功したと報告がありました。はい、というわけで、まあ、かなり強敵ですね。やっぱりね、政党ジオンかなり強い。さあ、まあ、生産状況的に雑貨の数が少なくなったね。まあ、雑貨のなんかいろいろ作ってるって感じですね。はい、というわけで、じゃあ次回は、敵軍本拠地グランダダに進行できるというわけですね。じゃあ今回はここで終わりします。ご視聴ありがとうございました。